はい、ゆたぽんです、まあ、今回はね、また質問にね、答えちゃいましょうっていうことで、まあ面白い質問があったんで、それに答えていきましょう。まあ腹部大動脈瘤の開腹手術の後に流動食から始めるのは何でですかって聞かれました。まあ流動食から始める、まあ、開腹手術の後にね、理由っていうのは基本的にはね、まあ一言で言ってしまえば、腸管前動がやっぱり弱っているからっていうことなんだよね。じゃあまあね、なんで開腹手術の後に腸管前動が弱るのかっていうことなんだけども、まあいくつかね、原因はあります。まず一つ目。まあ術前のね、前処置っていうのをすることがあるんですよ。で、お腹の手術をするときっていうのはね、まあ大動脈瘤、大動脈っていうのは、まあ後腹膜の下に入ってるわけ、まあ背骨の横にあるわけなので、その上に何があるかっていったら腸管があって、腸管があって、その上に腹壁があるね。腹壁を切って腸管を分けて後腹膜を切開して動脈瘤にアプローチするっていうことをするわけなので、上にある腸管がパンパンになっていると、まあ邪魔なわけなんですよ。だからね、これをね、まあ前処置って言って、まあ昔はね、僕が若い頃なんかは結構ね、1週間ぐらいね、絶食にして、まあ、点滴だけで過ごしてもらって、まあ、腸管の中を空っぽにして手術するっていうことをしていた。で、まあ、最近僕はね、そこまでしないんだけども、まあ、数日間ね、低残差食って言って、まあ、いわゆる残差が少ない食事、まあ、これはね、どういう食事なのか僕は正直知らないんだけども、まあ、残差が少ないっていうか、それにしてるし、まあ、それで前処置っていうかね、それ数日間食べさせておくと、まあ、腸管内の残差がなくなって、まあ腸もね、しぼんだ状態で手術ができるから、まあそんなに問題ないからそれでいいと思ってんだけども、まあ絶食にする施設さんもあるだろうし、まあとにかくそういうね、残差をなくして腸管の中を少なくする、中身を少なくする、それによって腸管自体のボリュームを下げるっていうことをする。で、そういうことをすると、まあ腸管自体がね、すでにあんまり動いてない状態で手術をすることになるから、まあ腸管前動がすでに弱ってるよっていうことが一つで、あとはね、もう一つは腸管を術中に操作するわけですよ。で、まあ僕の場合はね、腹壁を持ち上げて隙間を作ってそこに腸管を詰め込むわけなんだけども、まあ施設によってはね、腸管を腹壁の外に出して、やる先生もいらっしゃるし、まあとにかくね、腸管をまあ分けて、機械的に分けてね、大動脈瘤にアプローチしていくわけなので、まあ、後腹膜アプローチの場合ちょっと別になってくるんだけども、まあそれは別と、ちょっと別の話として、まあ、一般的にはね、正中切開でやる場合にはそうなるわけだから、機械的にやっぱり腸管を手でいじったりとか、まあ洗ったりとかすることになるわけなので、まあ機械的な刺激によってやっぱり腸管が弱ってしまう、まあ炎症を起こしたりしてね、弱ってしまうっていうのが、まあやっぱり一つある。もう一つはね、輸液負荷だね。輸液負荷、手術の時にはね、体に侵襲が加わる。侵襲が加わると血管内から血管外に、まあ、液体が移動する。まあ、いわゆるサードスペースに移動するって僕ら言うんだけども、まあ、そういうことが起こる。で、そうすると、まあ、輸液を負荷しないと、まあ、血圧が維持できないっていうのがあって、まあ、輸液を負荷するんだけども、そうすると何が起こるかっていうと、逃げた水分ってどこに行くかっていうと、結局、まあ、組織でむくむわけね。その水分によって。だから、まあ、腸管がね、術後っていうのはむくんでる状態になるわけですよ。特にね、大血管の手術っていうのはある程度ボリュームが入るから、それによって、まあ、腸管がむくんでしまって、まあ、前動が落ちてしまうっていうこと。で、あとはね、大動脈瘤手術ならではの理由としては、やっぱりね、血流遮断をするっていうことだね。これはまあ、ステントグラフトとやっぱり大きな違いがあるところなんだけれども、やっぱりね、血流を遮断するっていうことによって、腸管が一時的にね、虚血になるわけ。だからそれによって、まあ、腸管虚血の影響で、術後すぐには前動がね、元の状態に回復しない。まあ、こういうね、いろんな理由があって、まあ、とにかく術前よりも、腸管前動だとか、吸収能力っていうのはかなり、手術の、回復手術の直後っていうのは落ちるんですよ。だから、まあ、僕らはすぐに固形食からは始めない。で、何をもってね、食事を上げていくかって言ったら、まあ大体ね、まあ腹部大動脈瘤の手術っていうのは当日ばっかり、まあ手術室ばっかりが多いと思うんだけども、まあ ICU で1日ぐらい見て、まあ次の日からね、まあ飲水テストから始めて流動食とかってやっていくんだけども、まあまず聴診。
で腸が動いてるかどうかっていうのを聴診で確かめるっていうこと。であとは腹部のレントゲン写真を撮って、まあ腸管のね中の空気エアがねしっかりと動いていってるかっていうのを経時的なねレントゲン写真で確認するっていうこと。であとは排ガスとか排便、患者さんのね、あれを聞いて、まあお話聞いて排ガスとか排便がしっかりされているのかっていうのを確認するっていうこと。でそういうことによってね、その腸管がしっかりとね前動してますよ、吸収してますよ、動いてますよ、機能してますよっていうのを確認した上で、まあ消化吸収のいい流動食から徐々に固形食に近づけていく。そうしないとね、いきなり動いてない腸管に物をぶち込むと、やっぱりまあ腸管もびっくりして、まあそこで腸閉塞起こしちゃったりとか、場合によってはね嘔吐しちゃったりとか、いろいろあるから。だからまあそういった理由で腸管前動が低下しているので、腸管前動がある程度回復するまで、まあ、もしくは回復度合いに合った食事形態で栄養を上げていくっていうことをします。まあそういうことです。理解いただけたでしょうか。それじゃあバイバイ。最近はね、術後の回復の速さとかね、手技の簡便性でステントグラフト増えてるけど、やっぱり長期成績とかね、手技の確実性を考えたら、回復手術って絶対になくならないよね。それじゃあ。